本軍が打ち鳴らされてまいりました。実況席には山根さんをお呼びしています。両選手の眼差しご覧になどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。すごいプレッシャーを必死に感じますからね。強烈なキックです。顔面を振り上げます。ロックロックから流れを落としていった。間を取っています。抱えます。逆に切り返します。顔からグラゲチフェイスクラッシャー。顔面へのキックです。肘を掴んでまいります。パンチで返します。フェイスクラッシャー。リング上は逆に片指固めの体勢。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き返してました。ああなるほど、そうだったんですか。強烈ジャンピングキック。逆片襟型に移行してまいります。顔面に突き刺さります。長期欠場も乗り越え、王道を守るために戦っておりますデンジャラス系川田俊明。俺を潰さない限り全日本は潰れないと熱く語るこの男、王道の守護神川田俊明は熱く激しくそして危険にその闘志を燃やす。鬼の形相で締め上げます。させません。腰を落とします。ブラッケンスタイルで切り返した。肩が上がります。ラリアット投げ倒し。決まり具合いかがですか。これは強く決まってますよ。危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。ストッピング、抜くのか、投げ捨て式のパーボール、引っこ抜きか、あと逆に返した。足を打ちつけていった。組み合った、ロープに振って、アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。奥歯を噛みしめた。来た。バーン。どっから来るんですか、この力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。パワーボム。バーン。カウントに元気な足。抜くのか。パワーボム。投げっぱなし。Yep.
分経過。エルボー強烈。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。腕を取った。腕しぎ十字固め。ここでロープブレイク。蹴り上げていく。奥歯をかみ打たせない。フロントキック。いけるか。ストレッチプラムで締め上げる。引っこ抜きか。投げっぱなし。パワーバーム。ストンピングを叩き込む。ストレッチプラムの体勢。蹴っていった。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。腕を回した。逆に回った。フェイスクラッシャー。顔面かき。あっとドロップキック。腕をフックした。クレーンバスターで投げつける。起こした。あと耐えた。